こんばんは、速稼塾の久保です。なんか本当なのかなっていうことを私にもたらしてくれた人がいます。ちょっと匿名で申し訳ないんですけども、新宿歌舞伎町にお勤めの現役のホストの方でですね、なんかね、その夜の街がやり玉に挙げられてる中で、ちょっと今街は2つに分かれてるそうなんですよ。それは検査に積極的に協力する人と、検査を受けずに日々のね営業努力を重ねている方とに真っ向対立してるらしいんですよ。でこれが何で起きるかっていうと、感染者が最近ね100名を超えたって東京都が発表されてますけども、これはただ単に検査数を増やしてるからだけだそうなんですよ。でそのね検査数の取り方がなんか妙でですね、新宿区の独自の政策で陽性反応が出たら10万円のお見舞い金をあげますよってことで、でお金がね10万円が欲しいホストが殺到してるらしいんですよ。10万円欲しさに陽性出ないかな、陽性出ないかなみたいな感じで受けに行ってるらしいんですよね。で10万円目当てで新宿のホストがなんかすごい集団で集まってると。だから20代30代の若者に陽性率が高いっていうのは当たり前で、それだってホスト中心としてホストの評判を落とすために言ってるわけじゃないんであれですけど、夜の街関連で10万円欲しさに陽性反応を期待して殺到してる若い人がいるからなんですよね。じゃあね、老人ホームで、これね PCR 検査積極的にやってるのかって言ったらやってないですよ。だって検査を受けてる年代を20代30代にも絞ってるわけですから、それは若者を中心にとか言いますし、夜の街がどうこうとか言いますよね。これ汚いなと思いますよね、これが本当だったら。まあ本当のような気がしますけどもね。こんなに意味があるのかなと思うんですよ。なんかね、その自分の祭り事のために病すら利用してるっていうかね。で5月の100倍ぐらいの検査数になってるんですよ今ね、聞いたところによると。細かくは知らないですけどね。で最近は重症化の例もないですし、死亡者もいないんですよ。どうなんですかね、感染数だけを見て。感染数ってのは患者数じゃないですよ。私はそういうふうに判断してます。ただこれがね、もしかしてすごい広まって多くの人が死んだらどうすんだみたいなことを言う人がいます。だからね、未来に対してもしこうなったらどうするってことを言い始めたら、じゃあもし収束して消えたらどうするっていうことにもなっちゃうんで、想像の幅を広げてね、それを肯定するために仮説の上に仮説を持ち込むっていうのはあんまり論法としては良くないなと私は思うんですよ。ただ現実として、ただ10万円が欲しいがゆえに新宿区のまあなんですよね、政策で陽性には10万円出すよっていうことにつられて10万円欲しさに行っちゃう生活困窮のね方、若い方がいるっていう現実が私にね、まあなんか連絡くださったのはなんか嘘じゃないような気もするんですよ。確かめようがないですけどもね。で何が問題かっていうと、陽性反応が出たホストがお金を欲しがってるホストと濃厚接触してまた行くみたいなことを繰り返していって、まんまと誰かの思い通りに陽性者が増えているってことなんですよね。でこれがね、こんな演技をしてね、誰が一体得するのかってことを考えるんですよ。だって東京で感染者が増えたからって言って、じゃあ東京のねどこでそれやったんですかって、検査を新宿とか渋谷中心ですかね。東京は23区あるわけですよ。じゃあ葛飾柴又で巣鴨で検査したんですか、どうなんでしょうか。田園調布で検査しましたか、江東区台東区で検査しましたか、練馬区でやりましたか、下北沢でやりましたかってことをね、いろいろ考えていくと、下北沢って東京でしたっけ。すいません、地理に不安ないですね。まあでもね、どっちにしても東京全体を検査してるわけではなくて、特定の地域、この、ね、偏った年代で陽性反応が出そうなことを最初から狙ってやってるんではないかなと思えてならないんですよね。いやーでもね、陽性者に10万円ってなんだよそれって思っちゃいますけどね。もちろんお見舞いの意味でね出されてるんだと思いますけども、ついついここにはね悪意を感じちゃいますよね。10万円欲しい人がわざと陽性反応を出すみたいなこともあり得るじゃないですか。そんなことしたらどうなんですかね。これは誰か本当のことしてる人教えてください。